はい、どうも皆さん、こんにちは。マジカルマンギとは続きやっていきたいと思います。はい、というわけで、前回の続きからなんですけど、ちょっと前回の動画の続きの動画がですね、保存されていなくて、別のセーブデータを使って、ここまで、やってきておりますというわけで、ちょっとね、違う、ステータス的にもしかしたら違ってたりとかもするかもしれないんですが、まあそこは、ご了承というわけで、すっげえ間空いちゃったなぁ。久しぶりすぎても何したらいいかわかんねえ。とりあえずこいつを倒しましょう。どうすかな。スキルバンバン使っていくか。浸透滅却かなか、ステータス、防御上げてもいいかな、こうちゃんの。体力が結構少ないんだね、今持ってる。うん。はい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 。で、ウェーブ全体攻撃か。はいはいはい。で、一気にもう TP26 溜まったんで。どうすかな。単体、プリズム行くか。溜めますか、頑張って。で、滅却。MP なくなっちゃうな。レーマの泉をしとくか。はい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 。いや、久しぶりだな、本当に。だいぶ、下手したら1ヶ月ぐらい。前回のパートから間が空いちゃったんで。あ、もう勝てるじゃん。じゃあもう、プリズムはまた今度かな。バタフライトで行くか。で、マナミンは、まあエースしとく？エース攻撃ぐらいにしとくか。よし。これで終わるべ。さあさあさあ、パート15くらいかな、今ね。そうですね。意外と開けなかったな、こいつ。はい。コスケ？ありがとう。もう大丈夫だよ。コウスケは戦闘、おー、来た。2回行動。嬉しい。あれ、2回行動できないのって、今、コウスケと、マナミだけ？コウスケだけ？もしかして。ちょっと曖昧なんですけど。うん。あの後、気を失ってたみたいで。気がついたら、ここにいたんだ。じゃあ、葵ちゃんやじいちゃんも、ここに来ているかもしれないな。それにしても、どういうことだ？さっきまで家にいたはずなのに、あ、そうだ、家にいたんだっけか。そうだね、帰ってきた、そう、帰ってきたウルトラマンじゃなくて、もう何言ってんだもん、帰ってきたコウスケね。に、なんか俺の体返せよって言ったら、確か、こっちの世界に飛ばされたんだっけか。これ取って。エースケのゴーグル。アイテム。なんだっけ？キーアイテムかなんか。大事なもの。不思議なオーラを放っているゴーグル。拙い字で EH って書かれている。エレメンタルヒーローか。あ、間違えた。変なとこしちゃった。はいはい。倒していくか。ドーン。ドーン。多分結構カットしてるんだと思うんだけど。もう一発。よいしょと、オッケー。あ！なんか見覚えあるとこに来ましたね。ここは皆さんも見覚えあるんじゃないかな。はいはい。はいはい。当たりたくない。当たりたくない。よし。はいはい。よしよしよし。あ、向こうに宝箱ある。が、こいつぶっ倒すか。よいしょ。あ、ここにもあった。アイテムハント。と、こっちは、ユイヨの本玉。アイテムハント。確かこれアイテム、まあ、多分その名の通りなんだけど。あ、どこで見んだっけ。やばいなゲームって、ね、あれだね。やってないと忘れちゃうな。本当にダメだ。レアアイテム確率。あ、そうだよね。オッケー。これ後々装備するとして。開いた戦っとる。スケさん、葵ちゃん。今助ける。おう、ケルベロスみたいな。こっち強そうだな。兄貴発見。このスケ無事だったか。予防線。異常防止か。はい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 。二人とも、ちゃんと前を見て。これで全員揃った。一気に畳みかけよう。オッケー。
で、まあ、コーチの力石で攻撃。レーマからの滅却で、葵ちゃんどうすかな。防御力上げなくていいか、もう中くらいのうちは。で、ガード。で、じいちゃんが、じいちゃんも力石からの攻撃。あ、じいちゃんだけ、そっか、まだ一回コードなんだ。なるほどね。ハークハーク。HP いくらだっけ？見てなかったな。まあまあ、あ、攻撃取ってなかった今。5600か。あ、物理無効かかってるね、多分。したら、どうしようね。プリズム狙えますか？今度こそ。したら、ガードかな？ガードで、滅却、滅却。で、葵ちゃんが、どうしましょうね。まあ、陽動しとくか。で、ガード。じいちゃん。人力はまだ、ね、いいよね。ガードかな。この弾守りだな。防御力高い葵ちゃんにガンガン狙わせる感じで行きましょうかね。マナミの MP か。まずい。なくなってしまった。あ、でも、すごい。やっぱ溜まるな。62だもん。そしたらプリズム行くか。防御力無視の貫通ダメージ大、プラスセミ。からの、物理無効はまだかかってるね。セミも多分かかんないな。まあでも、行ってみましょうか。42からの15。打てるね、メガストも。まあいいや。ガードしとくか。で、マナミンは、そうだな、どうしようかな。ポジション M、あ、これ違う。ペネトレートス。まあガードでいっか。で、あおちゃん、ちょっくらい抜くか。ちょっくらいのガード。じいちゃん、ゴファーザー行くか。ゴファーザー。これ多分効くよね。物理無効かかってるけど。400、いいね。MP 奪ってくんの厄介だな。プリズム、来た。かっこいいね。グラフィック。1500、強い。さすがアタッカー。1500いくか。ゴッドファーザー。あ、ダメージ食らわないか。お、物理無効消えて、で、まあディフェンスダウンはかかってるから、まあいいことにしておこう。はい。で、攻撃、攻撃。どうしようね。トスいくか。トスからの攻撃。まあ、葵ちゃんガードでいくか。ん？この獣マークなんだ、葵ちゃんのやつ。なんかかかってる。状態上。わかんねえや。で、攻撃だね。ペネトレートス。300、300。いいんじゃない？ラスティンヘイル。やべえ、強そうこれ。全体攻撃だし。400睡眠。うわー、えぐい。睡眠か。全員寝ちったよ。マジか。あ、じいちゃんだけ起きた。睡眠えぐいな。葵ちゃんに確かなんか装備持たせてた気がするんだけど、状態じゃわかんないやつ。こっちのデータだとちょっと違うのかな。普通に睡眠かかっちゃったけど。どうしよう。スキル使うか。いや、攻撃だな、こちゃんは。で、じいちゃん。絶対撃っとくか。これで3人起きたか。はいはい。デッドアイ。
いいね。いいね、いいね、いいね。強いね、防御力だな。800、あ、いけるね、これで。まあ、攻撃でいっか。攻撃。エース。と、ちゅくらいのガード。攻撃。オッケー、これで終わるね。いけ !400。いいね。あと半分。フローター、どんくらい ?300。いいね。で、終わりか。はい、お疲れ。意外と悪くないよ。兄貴、復活だね。兄貴、復活してほしいな。森の妖精の方も。だが、無理はするなよ。ありがとう、葵ちゃん。じいちゃん。コウスケは特殊技、騎士回生の祈りを得得しました。ほう。あ、動ける?動ける。したら、下行っていいのか?あ、進んだ。ちょ、やばい。足が痺れた、足が痺れた。ちょっと待って。足が痺れた。辛い。よいしょ、オッケー。今のは誰の深淵だったんだろうな。今までと違って、なんというか、主のような存在がいなかった気がするぞ。最奥は海底だった。そうだね。そして、扉はマナミの隣にある。扉の順番?多分、死んだ都市が近いってことなんだと思う。どういうことだ?二人とも何か心当たりがあるのか?コスケ、もう話してもいいんじゃない?そうだな。今まで黙っていてごめん。名前は、狭間英介。5年前に海で亡くなった双子の弟だ。5年前か。ああ、双子の弟。そっか、こうちゃんはやっぱ兄貴なんだね。な。兄貴に弟がいたの?俺はあいつを助けられなかった。泳ぎが下手だったばっかりに。二人でちょっとした勝負になったらしくて、当時は英介の方が泳ぐのが上手だったの。コウスケ、逃げるの?なら僕の勝ちだね。いや、逃げるもんか。受けて立ってやる。あいつの挑発に、あ、ごめん、飛ばしちゃった。あいつの挑発に乗った俺がバカだったんだ。俺はすぐに怖くなって引き返したんだけど、エスケはそのまま。コウスケ、もうギブ?つまんないな。ああ。そして、波に飲まれてしまう。なるほど。その弟のエスケが帰ってきたお前に繋がるというわけか。結論を出すのはまだ早いと思うけど、どこかでそんな気がするんだ。俺の見当違いであってほしい。この時々出てくる点々点っていうセリフはやっぱり、コウスケの中にいるエスケの感情なのか。そうだね。あ、進める。オッケーオッケー、進んだかな、これで。嫌な予感というものは当たってしまう。扉の間から戻ると、そこには一つの異変が起きていた。第7章、長月と異変。9月入ったね。7章か。さあ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 。お?お?なんか、見覚えあるファミリーが、いるじゃありませんか。あ、ラスタ君だ。おう、コウスケベ、アオイッチ、クラノスケベ、そしてマナミ、元気してた?ちょっと待てよ。どうしてお前がここにいるんだ?ラスターは合点がいかない顔で待てをしている。合点がいかない顔だな。どういうことでしょうね、これ。おう、コウスケ、無事だったか?お前らが無事じゃねえんだよ。どうしてみんながここに?目が覚めたらこうなってたの。コウちゃん、ここどこの建物かわかる?まあ、そうだよな。わかんないよな。初めて来たんだもんな。みひろね。え?まなみちゃんなの?うん、そうだよ。お父さん?みなこ、まさかこんな形で再会してることになるとは。やっぱりお父さんか。あの頃と全然変わってないね。
お父さんですか？はじめまして。この狭間の世界で挨拶することになるとはね。ああ、美奈子たちが世話になってるな。ゾウさん、本当におじいちゃんみたい。いや、本当におじいちゃんだからね。亡くなったおじいちゃん、そしてまなみちゃんもいるってことは。愛しい我が孫、みひろよ。その通りだ。ここは死後の世界でな。死後の世界？私たちは死んでしまったのか。コウスケの家族は混乱していて事態を飲み込めていない。まあそうだよな。なんだ、家族旅行でもしてて車ごと一気にバーンってなったか。いや、もうラスターもいるからな。謎ですね。こんな短い間にラスターを含めた全員が同時に死ぬなんてあり得るの？いや、いくらなんでもこれはおかしい。何か変なことが起きているのかな。そうかもしれんな。これは現世を調べるべきだろう。現世を調査すれば異変の原因がわかるかもしれない。おお、めっちゃもらった。ありがとう。じゃあ現世を調査する感じでなんですかね。スケジュール、現世に降りて状況を見て回ろう。はいはい、じゃあ行きますか。夕方でいっか。はい、来た、神 BGM。心、すんごい好きなんですよね。中月の BGM、俺。こんにちは。生き生きとした教会人。すり抜け。すごくいい。でもまだいける。さらなるいただき。いただきね。素晴らしき、俺たちの楽しい楽しいすり抜けライフ。素晴らしき、俺たちの楽しい楽しいすり抜けライフ。楽しそうだな、こいつら。あ、いいな、気楽で。さあ、じゃあどこ行こうかね。うち行ってみっか。誰もいないと思うけど。はい、玄関。誰もいない。鍵閉まってるね。壊れてるものもないし。ナスタ君の首輪についてた紐もあるね。うん。強盗殺人というわけではなさそうですね。誰もいない。火事の形跡はなし、盗みに入れた様子もなし。不気味なくらいいつも通り。うん。自分の部屋。9月になったのにカレンダーは8月のままだ。机の上にはカメラが充電されている。ごめんなさい。机の上のカメラは充電が切れている。まなみとみさきで撮った写真がなくなっている。ん？どういうことだ。まあ普通に考えてあれだよな、エースケの仕業って考えるのが一番しっくりくるとは思うけど、ここも何にもないかな。うん、これまだだもんね。はいはい。さあ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 。じゃあどこだろう。学校あたりかな。ここの BGM もほんと好きなんだよな。たまんないよな、ここの秋感。夏が終わりましたよ感がすごいって言ってるんですよね、この音楽に。はい、商店街。聞いてみよう。最近人通りが減った気がしないか。どうだろう。気のせいじゃない？そうかな。藤代酒屋店は。ふう。あ、いきなり、賢者タイムスか。藤代のじいさんが戻ってきたようだ。お、やっと今日ができるじゃん、これ、じいちゃん。お、帰ってきたか。それではいつも通り。おー、来た来た来た。もう行ってこよう。みんな強くなっちゃったからね、じいちゃん以外。はぁーって。ド M なもんで。シクラのスケット始めましょうか。さて、髪結いを動かすとしよう。今日は来ているのだろうか。なるほど、日本酒か。ここに来て日本酒が来るんだもんな。すごい、なんていうか。いいよね、こういう。はいはい。30秒以内に120以上。はーい、頑張ります。準備 OK。 えいや、よし、クールにクリアしたぞ。めっちゃクールだったな。ゴーストタッチの力が極限まで増幅し、掴む力がなかなかから安定に強化された。すべての宝箱を開けられるようになった。やった。
これで結構いいアイテム入んだよね。手に入んだよね。待たせたな、クラノスケ。お、奥さん。呼んできたのか。藤代さん、今日はどんなご用です？美穂子。ちょっと待っていてください。もう少しで彼が来ますから。ええ？美穂子さんからしたら怖いだろうな。藤代のじいさんも、もうそろそろ、あの雪かみたいな感じで持ってんから。これを奥さんに渡すんだ、蔵之介。蔵之介は藤代から受け取った酒瓶をつかみ、そのまま持ち上げた。まさか、本当に空中に浮いているの？これ、いつもあの人からもらっていた結婚祝いのお酒じゃない。藤代、これを探してきてくれたのか。蔵之介は結婚祝いの酒を美穂子に手渡した。本当にあなたなの？藤代、この店のメモ帳とペンを使ってもいいか？メモ帳とペン？ああ、いくらでも使ってくれ。蔵之介は自分の手で文字を書いている。読みやすく筆圧の濃い文字が残されている。さてと、わざわざありがとうな、藤代。そして、久しぶりだな、美穂子。この字は、確かに、蔵之介の字です。本当に、そこにいるのね。ふう、いざ話そうとすると、なかなか難しいものだな。あの時、あなたを引き止めていたら、火の海に飛び込むあなたを止めていたら、どうなっていたのかと考えることもあったわ。美奈子とあなたを天秤にかけるなんて、とんでもないことだけれど。それでも、そうだと分かっていても、ね。後悔が全くないといえば嘘になる。俺だってもう少し生きたかったからな。だが、あそこで美奈子を助けられなかったら、それこそ死んだように生きていただろう。そうね。藤代、気づいてくれてありがとうな。わざわざ酒まで用意してくれて。礼には及ばないさ。できることなら、お前とゆっくり杯を交わしたいところだが。ん？あ、よかった。なんかバグったことになった。そろそろ力が限界のようだ。蔵之介。また会えるかしら。そうだな。二人ともまっすぐ進んでくれればいい。悔いのない人生を、な。そうすればどこかで会えるかもしれんぞ。わかったわ。もう少し待っていてくれると助かるよ。ははは、回り道はしてみるものだな。では、またどこかで会おう。ああ。おぉすり抜けてった。やばい。こういう描写もなんか、ね、いいね。いい描写ですね。どっかお元気で。来た。クラノスケは戦闘中に2回行動できるようになりました。スキル起死回生の祈りを得得しました。すいません。ちょっと感極まってマイク落としてしまいました。あー、いい時間かな、そろそろ。ちょっとあの、撮れてる部分と撮れてない部分、ね、録画できてる部分ちょっとわかんないんで、一旦ここで切ってみましょうかね。中途半端だったらまた、編集で次につなげる感じにしておきましょうかね。はい、それではじゃあ一旦、切りたいと思います。いい話だったな、蔵之介のタブストーリーも。はい、じゃあ。